はい。リスナーの皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。いや、昨日の配信申し訳なかったです。すいませんでした。え、何したんですか？僕、毎日夜8時から配信するって約束してたんですけど。あ、定時配信ね。そうなんですよ、そうなんですよ。だけど、昨日思いっきり寝過ごしてしまって。何時からやったんですか？いや、寝過ごして、さっきのコラボする前ずっと配信してなかったんですよ。寝てたんだ。そうなんですよ。だから、うん、配信しろ配信しろってツイッターとかがすごい苦情が来てですね。要はまあクレームですわ、ね。クレームが来てしまう。 DM は来たんですか？ DM も来てました。来てたんですけど、リスナーさんの、もう17時間寝てたんですよ、僕。そんなに？え、疲れてたんですか？仕事多分最近始めて、生活のリズムが狂ってたっていうのがあったらしくて、爆睡してしまって。あ、爆睡した。ヤミーさんからこんにちは。よろしくお願いします。和道じゃないや、高光と申します。よろしくお願いします。そこはあえて高光なんだ。いや、僕今、高光っていう名前でやってます。なんかアカウントそうですけど、和道さんでもわかると思いますけどね。いや、もう和道っていう名前にコリオリしちゃって。え？アンチも多いし。あ、そういうことか。なんか新規って新しくやりたいなと思っていて。でもぶっちゃけそれアンチからは結局粘着されるんですか？されますね。意味ないよね。意味ない。ぶっちゃけ意味ないよね。というよりも、高光で配信やった時に、全く無通知で始めたんですよ。アンチ見られたくないから。あ、通知出さなかったんだ、あえて。いや、もう名前も変えますとも言わないで。あ、何も言わずに。ただ、その最初に見つけたのはやっぱアンチだったんですよ。だから結果どうなったかって、アンチに見られたくないから名前変えたのに、アンチだけが見る放送になったっていう。いや、それはダメだろ。そう、結果意味なかったっていう。それはあかんだろ。あの、ゲストの方を紹介したいと思います。ヤミーさんです。まあ皆さん知らない人 いないと思うんですけど、あのツイキャスだからね。はい、よろしくお願いします、今夜はやらないです。すいません、はい、本当にね、あのね、いろいろ考えた結果やらないことになりました。はい、まあでもぜひ今後とも何かしらで絡ませていただこうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。カメラアングル、そうですね、僕は定点カメラでこんな感じで普段やってますので。そうだな、いいよね。これいくらしたんですか？カメラですか？カメラね。カメラは1万5000円ぐらいかな。でもね、そう考えたら配信機材結構金かけてません？はい、いや、どうですかね。カメラぐらいですよ、本当に。え、そうなんですか？なんか、サイトで検索したら、このカメラが一番定番らしいんですよ。はい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 。なので、まあ、初期投資にしては、まあいいかなと思って思い切って買ったんですよ。このウェブカメが多分一番主流っていうか、ウェブカメの中で一番高性能。そうですよね、なんか画質いいっすよね。画質かなりいいっすね、これは。いいね、これ。なんか NASA で採用されてるカメラらしくて。めちゃくちゃいいじゃん、でもそれ。あ、これがってわけじゃなくて、この会社が。あ、会社が？はい。だから、カメラは結構高性能らしいんですね。はい。あ、今日の夜8時から放送やりますよ。はい、今日は突発的に、せっかくなんで、僕も配信させてくださいとお願いして、30分間ちょっとフリートークしようかなと思ってます。フリートークね。よろしくお願いします。漫才じゃないよ、違うよ、本当に。漫才全然やりますよ、僕は。いや、疲れる、さすがに。ターで、はい、ターでさえね、あのね、はい、あの喋りで結構疲れてんのに、また疲れるからね、俺。喋るのって結構疲れますよね。疲れる。そう、リスナーさんにね、あんまり伝わらないんだけど、結構ね、喋るのって30分間喋り続けるってめちゃめちゃ大変だからね。そうそうそう、本当に大変だよね。よく言われてるのが、2時間プレゼンテーションする人っているじゃないですか。あ、いますね。はい、会社とかで、人前で話す人。そうだね。2時間喋ると、8時間の肉体労働に匹敵するカロリー消費。やっぱりそうなんだろうね。じゃあ俺ね、相当長時間やってるけど、相当疲労してるわ。ね、それくらいだと思います。わかるでしょ？配信するとね、意外と素人がカメラに向かってだべってるだけって思われがちなんだけど、意外と難しいんですよ。ヤミーさん、運営に通報されてるみたいですよ。通報されても何もないからね、悪いことしてないからね、これ。何があったんだろう。聞いてる方は楽しい。ああ、嬉しいですね。ここは全然もう本当に人が集まらない放送ですけど、なんかトークとかをね、よくメインでやってますんで、漫画とか映画とか好きな人がいたら嬉しいなって思ってます。さっきも宣伝させていただいたんですけど、よく漫画の話をすることが多いんで、はい、結局慣れ合いかな。いやいやぶっちゃけ言うね、なんかね、いろいろ聞いてたけどなっちゃったよね。なんかね、これがね、違う感じのアウトロ系統だったら多分ね、違った感じが来ると思う。ぶっちゃけた話、要は今日
あの会うっていう風になった時にどんなのが一番美味しいなっていうかどれができたら理想だなっていうのあったの頭の中で。頭の中では、うん、やっぱり討論かな。討論、うん、ほうほう、うん、例えばどんな、例えば配信論についてもそうだし、うん、まあ、リスナーから言ったら配信論なんてどうでもいいと思うけどね。どうでもいい、うん、そう、ね、そっから結果発展とかそういうのはねちょっとあったかも、うん、そう、あ、全然討論俺好きだから討論したかったんだけどな。あ、マジですか、うん、やっぱり大好き大好き、そうだね、うん、負けたく、うん、ちょっとしょうがないわな。あ、でも分かる、配信初コラボの時ってどう絡んだらいいのか分かんないじゃん、お互いだからそれは初絡みだから、うん、どうしたらいいのか分かんないじゃないですか、うん、それあるよね。だからさ1回目の放送よりもやりやすいでしょ。めちゃくちゃやりやすい、めちゃくちゃやりやすい、やりやすいでしょ。めっちゃやりやすい、うん、これあるんだよね、実は配信者あるあるっていうか、1回目の時よりも自分のやりやすいなっていうか、いや、あのね、基本ヤミーは受け身だからなってあるじゃないですか。違うんですよこれ、どこまで攻めていいのかわからないから気を使ったんだと思うんですよ多分、うん、まあ、初はこんなもんですよね。こんなもんじゃないかな、うん、どうなんだろう。でもやりづらそうだなとか思ってすごい心配でしたね。僕としてはガツガツ攻めた方がいいのかなと思った部分もやっぱりあった。いや、やってほしかった俺は。あ、本当ですか。俺全然何でも結構オッケーな方なんで、うん、うん、でもまあそれは回を重ねるごとに面白くなったりする部分ってあると思うから。まあそうですよね、うん、今後ですよね。あと噛み合うか噛み合わないかってありません。いや、ぶっちゃけ言っていい、いいよ、噛み合う、ぶっちゃけて、ぶっちゃけてくれた方がいいよ。ぶっちゃけ言うと、トークは多分合わないと思う。絶対合わない。絶対合わないよ ね、 これね。俺は二人の気違い配信が見たい。あ、うん、絶対それは噛み合うと思う、ね、うん、うん、外配信とかね、うん、そういうのだよね、うん、多分トークじゃないと思うねこれは。確かに、うん、なんかできないね。難しいよね、その相性があるから、ね、相性の問題ありますよね、うん、絶対ね。意外とこいつとこいつとは絶対噛み合わないだろうと思うのも面白かったりとかもするから、そうだね。うん、だから難しい部分はあるよね、コラボに関して言ったら。そうだね、だから一人でやりやすいってのも確かにあると。あるあるある、うん、でも今後の配信会って絶対必要なのはそのなんだろう、いろんな人が集まってやる企画みたいなのを月1ぐらいであったら絶対盛り上がると思うから。そうだね、月に1回あった方がちょうどいいかもしれない、うん、なんか、うん、キャスリスナーが全員集まるような、そうだね、もう豪華な番組みたいなのを、うん、そう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 、まあ、あんまりやりすぎると下るしね、下るっていうか飽きちゃうもんね、うん、うん、絶対に、うん、だからなんか主催の企画とか持ったら面白いかもなとか思ってるんですよ。そう、まあ、今の自分の力だとあれですけど、あの付き合いしている配信者さんが少ないんで、うん、なんか朝まで徹底生討論みたいな番組とかも結構ありなんじゃないかなとか思ったり、うん、高光は空気を読んでたんだが、ヤミーがテンション電波りすぎた、今いい感じだぞ。結構だから違うんだよねやっぱり、うん、なんか分かるかなこれ。分かる分かる、配信オフがあったからいいんだよ、うん、多分ね それもあると思う、うん、ぶっちゃけ、うん、僕は喧嘩突とかしないですね。喧嘩が嫌いなんですよ僕、正直言うと、うん、で喧嘩が嫌いなのに喧嘩突がかかってきてイラ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 して、だいたいああやって言いまくったのが YouTube に上がるっていう、はい、さっきも言ったけど、まあいい感じに切り取られるんだろうね、うん、なるね、うん、っていうことが多いですね、うん、ナンパ配信僕ナンパ苦手だからな、どうなんだろう。はい、ワド2、ハッチいらっしゃい、まあだいたい閲覧こんな感じですね。今ヤミーさんのあれで人だいぶ増えてますけど、まあ、だいたいオープニング30人、20人、30人ぐらいなんでこんなもんすよ、うんうん、でも5、600人さばくの大変じゃないですか。いや大変ですけどね、うん、まあ、特に雑談だったらなおさらです、うんうん、普通に喋るネタがないとやっぱ話せないから、ね、わかる、うん、え、ネタ作りとかやってます？いや、ぶっちゃけ言っていい、最初はやってたけどもうダメだね。俺も最初のニコ生始めた時ネタ作りやってネタ帳も書いてたんだけど、だんだんだれてくるじゃないですか、うん、そう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 、そんな毎度毎度やってらんねえみたいな感覚になるんですよね、うん、大変だよねネタ作り本当に、うん、でも最近やり始めたんですよ、また。あ、またですか、うん、あの最初にオープニングのタイトル、うん、もう固定時間で8時から配信するんですけど、うん、今日のお題はこれですよみたいな感じで、あー、なるほど、事前に告知してやるように最近してますね、うん、やっぱだれますよね。そうですね、うん、あ、初見さんいらっしゃい、楽しんでてください、どうもです。ヤミーさんとコラボさせていただいてます。うん、でも年齢層の違いに結構戸惑うかもしれないです。僕正直言うと、僕ニコ生でやってた頃から20代10代のリスナー全くいなかったんですよ。まあ、それはもうニコ生だからねっていうのもあると思います。それでも極端になんですよ、もう本当に10代のリスナーが1人か2人
数えるぐらいしかいない。そんなに差が出るんだ、はい、だからキャス系全くするようなトークテーマやってなくて、僕メインで話すのって、まあ、漫画とかあと宗教の話とかをよくするんですよ。だから、まあ、宗教の話とかぶっちゃけ20代とか10代とか興味ないじゃないですか。確かにね何言ってんのこのおじさんみたいな感じで。そりゃそうだわ、うん、だキッズ系いいの羨ましいですね。キッズ系いいのって言ってもな、やっぱり大人の年齢層高めの人を集めたいってのは正直本音だね。なぜかっていうと根強いから。根強いっす、うん、あのね特に男のおっさんの30代40代掴むのはめちゃめちゃ根強いんで、ずっと見てくれでしょうね、うん、そうやっぱそこに関しては羨ましいなってのは正直ある。いや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 、でも、うん、あれじゃないですかキッズ、やっぱでもキッズの方が拡散性が高いし、キッズの方がコメント打ってくれるからキッズの方、まあそうですけどね、うんうんうん、でもキッズってあれだよね、うん、あの面白い配信行くとそっち移動するからね。あのツイキャスってのはもともとだからなんつうんですかね、うん、なんか面白そうなところに集まっちゃうんですよ。簡単に言えばさ、リスナーがなんで数字を求めるのかってそこなんですよ、うんうんうん、おすすめ欄にあこいつ漏れてるな数字みたいな感じだったらどうしても行っちゃうんですよね、はい、行くよね。それがね辛いよね。いや配信やってて明らかに50ぐらい減るタイミングとかあるじゃん。一気にあれ今日俺普段にこれくらい集めてんのに今日足りねえぞって言ってランキングとかそのカチカチってクリックするとあこっちで神回かみたいな、あれ悔しいよね。まあ、それがリスナーがやっぱり数字を求めるところなんだよ。そう数字数字って閲覧今日ダメだなみたいな感じで言ってくるところなんだよね、うん、やっぱりね、うんうん、年齢層高い方が支持率が高い、安定しますよね、うん、神回にあんまり左右されなくなるんで、うん、あの結構その年齢層高いといいっすよ、うん、ただうーんと気ばっ爆発力はないっていうか安定はしますよね、うん、配信は、うん、まあ簡単に言うと簡単に言うとっていうか、まあ、固定リスナーつきやすい。あそうっすね、うん、そうっすね、うん、だよね、うん、そっかキッズ系羨ましいな。でも最初だけではそう思うのはね今日新名配信やらないみたいですよやらないみたいです、うん、新名配信でも受けると思いますよ。まあでもやるんさ、うん、ウケると思う。キャラが合ってるっていうか、いや結構ビビっちゃいますよ、ね、あビビった方がいいの、うん、逆にね逆にいや分かってるんだけど本当にビビるから、うん、だからワーキャー言う人に言ってもらいたいっていうのはあると思うから、うんうん、怖がりの方が絶対ウケますよ。まあそうですよね、うん、うん、間違いない、それは、うん怖がりなんです。あ、怖がりなんだ、ヤミーさん、うん、え、幽霊とかいると思います？まあね、半信半疑ですね、うん、うん、うん、そう実際ね、直で見たんだったら、あ、やっぱいたんだってなるかもしれない。はいはいはい、はい、半信半疑って感じでありますけど、僕、隠れ霊感ある方なんで、あ、やばいっすね、一緒に行くと、バッチリ見えますよ、ね、いや怖いっすね。あの、車とか手形とかバーってつくの、ザラですもん、ザラザラ、ほんとに。で、僕自身は普段見えるっていうタイプじゃないんですけど、うん、幽霊、霊感強い人がいるとバーって見える方なんですよ、うん、あのね、多分考えてるの違うと思うよ。本当ですか？ここにいきなり人がバッて立ってる感じだからうっってびっくりするんですそれはあかんすね。あかんじゃん霊見える人ってこんな感じだよ。でも、うん、急に例えばここに女の子が体育座りで座ってたのがパッて見えるような感じ。それはやばいわ。やばいし、だからそのなんかこうドロドロヒュードロドロドロみたいな怖さじゃなくて、おいお前なんだよみたいな、ああもう誰みたいな、驚く系の方。なるほどね、うん、でもいきなり来られたらさ心臓止まるわ。いやもうすごいドキッとするだから一回電柱あるじゃないですか。ありますね。そこに電線がこうあってて、うん、ビニール袋、黒いビニール袋が風でこうなびいてるのかなと思って、うん、パッて見てなんだあれと思ったら、うん、黒い服着た女の人がこうやって絡まってぶら下がってたとか、わーみたいな、うん、で一番怖かったのが、僕当時付き合ってた彼女が霊感すごい強いけど、うん、彼女は霊が見えるっていう自覚がなかったんですよ、うん、で彼女の部屋でまあエッチなこと して二、うん、人で寝てたんですね裸で、うんうん、そしたら急にガチャってドアが開いて、うん、彼女は寝てるんですよ、うん、そしたら男の人立ってんですよ、うん、で、うわーと思ってこいつ浮気しやがったと思って、うんうんうん、もうこっちは半笑いなんですよ、うんうん、やらかしたなこの女と思って、うん、おい客来てるぞ、おいおい起きろ、ほら彼氏来てるぞって言って、うん、彼女がパッて見たら誰もいないよって言って、えっとか、うん、
それはびっくりするね。だからその霊が見えるっていう感じじゃなくて普通の人が見えるっていう。ああなるほどね、うん、うっすらじゃないんだね。 そのままもう出てんだ。そうそのままパッと普通に人がいて、で、あれと思ったら霊だったって。やばい、ね、後から怖くなる、うん、そういう感じがするな。そう、尾を引く感じ。あれ何だったのみたいな、うん、これあもう後からさ絶対悪夢とか見そうな勢いじゃないですか、それは。あーでも、うん、あの肩がやっぱ凝るとか、あのね、うん、体感でわかる。霊が例えばこの部屋に入った瞬間に、うん、ザッて温度が2度ぐらい下がるの。あで鳥肌がブワーって急に何これみたいな。だからわかるよ、うん、見えなくてもその聞こえるか肌で感じるか、うん、そのなんつうのそのどっかしらの感覚が来る。ずっと耳鳴りが止まんないとか。怖い、うん、普通に怖い、うん、あと手形とかがついてたりね。それが一番恐ろしいよね、うんうん、もう起きた瞬間に手形がついてるでしょ。そうそうそう、無理でしょ普通に。その日仕事だったら絶対行けないレベルだぜ。あー怖いよ、うん、やっぱり、うん、無理、うん、だからばあちゃんがあの狐に取り憑かれたことがあるのね。キツネってあのキツネですか。キツネで嘘みたいな話なんだけど、冷蔵庫の前で油揚げ加えてコン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 泣いてた。マジか。そんな漫画みたいなことあるのみたいな。マジで、うん、あ恐ろしいね。なんか逆にそれは。だからばあちゃん未だにここに背中に傷があるんだけど、うん、お祓いでカミソリでビッて血、カミソリで切って、カミソリで切ってでピシッ、それ治ったっていう、うん、ありますよ。それボケてるんじゃないの。もう何ヶ月も続いちゃって大変だったんですよ、家族の間で。全然霊感ないし心霊スポットとかも行ったことないからそういう経験全くない。ほうほう、結構僕そのオカルト系の話とかが好きで、うん、ぽいっすよね。なんかそうなんですよ、だからメインはそのまあ宗教とかアニメとかあとサブカルなんですけど、例えばなんですけど、はい、じゃあ普通チェックしてもらっていいですか。ないっすね。何も変哲ない、普通のスプーン、はい、例えばここにスプーンありますよね、普通に。で、木とかって信じます？オーラとか木とか念とか。あー、はいはいはい、ホースとかあると思います？あると思いますよ、現に、うん、現に。いや、どうだろう、実在するか。いや、俺は正直ないと思ってる。例えばなんですけど、はいはい、右手で人差し指ありますよね、うんうん、ここに気を込めてこれを曲げられるか、指人差し指一本で物理的に不可能じゃないですか。そうですね、絶対。だけど、うん、あの一番大事なのは力で曲げるんじゃなくて曲がるっていうのを完璧にイメージするんですよ、はいはい、曲がった後のイメージ、はいはいはい、だからもう本当に硬いスプーンでも、そうですね、ま、曲がれ曲がれじゃなくて曲がった曲がったってやるとどういう風になるかっていうと、うん、簡単にこうやってブーッ。どうした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 。これが人間が持ってるパワーなんです。待ておかしいぞこれ。なんかなんで。で、力で戻してみても、握力で戻すとどれくらい力がかかるのかっていうと、人差し指じゃ絶対そうなんだ、硬いんですよ。硬いね、若干硬いわこれ。そう、人差し指で引っ張っても曲げらんないですよね。ちょっと元に戻したんですけど、うん、こう持って曲げてください。あ、違う違う、人差し指で。あ、人差し指で、そう引っ張る感じかな。どれくらい硬いか分かるでしょ。そうだけど、うん、だけどちゃんとコツを覚えるとこうやってグーってこう人差し指だけで簡単に曲がるっていう、こういうオカルト的な配信をよくやってますね。そうすごいね、面白いっすよ。めっちゃ力入れるやん。そう、結構硬い、硬いっすよね、うん、なんか本当にギュッてやんないと、うん、おー、そうそうそう。結構オカルトとか好きっすか。嫌いではないっすけどね。ほうほうほう、うん、なんか超能力とかブームだったんですよ、僕の子供の頃って。あー、うん、で、あのスプーン曲げだとユリ・ゲラーとか有名で。ユリ・ゲラー、ユリ・ゲラーって多分世代的に聞いたこと。ユリ・ゲラー知ってる人います？なんかね、聞いた時あのスプーン曲げで有名な人っていうか、うん、なんかね聞いた時あるね。聞いた時ある、一時期ブームだったんですよ、オカルトブームって言って、うん、UFO とか
もう特番組まれたりとか、やっぱおっさんが多いんだよ。ユリゲラーって多分すごい古い人だから、あの超能力とかで、あ、ポケモンノート、あ、ユンゲラーの、ユンゲラーのあれか、あれの元ネタの人、そうそうそう、思い出した、思い出した、あ、知ってる人結構いますね、うん、そうだ、それで知ったんだよ俺、あとそのなんかよく言う都市伝説とかあるじゃないですか、はいはいはい、そういうことをよく配信してます僕は、例えばその天狗はいるのかとか、そう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 、清田くんも有名だね、スプーン曲げの清田くんとか知らないでしょ、それは知らないっすね、うん、結構その少年でスプーン曲げで、スプーン曲げられるって有名になった人っす、ポケモンだよなって、そういうだからオカルティックな話が好きな人は結構、うん、あの僕の放送を楽しめると思います。あー、はい、オカルト系ね、うん、絶対都市伝説とかそういうのあれですよね、もう体験とかしてみたいじゃないですか、そういうの、はいはい、多分体験したいと思わないですか、体験じゃあ今しましょうか、え？どういうことですか、例えば今テコの原理で負けたって言ってる人いますよね、あ、はい、じゃあ行きますよ、うん、行きますよ、これをさっき人差し指で負けたじゃないですか、あ、そうですね、これを一緒にキーを送ってもらっていいですか、手かざして、俺がですか、曲がれ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 ってやって、俺ますか、うん、曲がれ曲がれって一緒にやって、手のひらから出す感じ手のひらから、うん、はい、お、割れた、割れたぞ、割れたぞ、なんかこういうオカルティックな、なんか割れたぞ、はい、こんなことありえんのか、おい、あ、ありえんのか、こんな、こういうことをやったりします、ビビったんだけど、普通に単純にビビったんだけど割れたぞ、うん、やばくない今の面白いですよ、いや、やばい、面白かった、普通にびっくりしましたけど、うんうん、割れるんだね、お、お茶ありがとうございます、どうもどうも、お茶ありがとうございます、うん、すごいわ、そうそうそう、うん、すごい人、なんで一人の時やらんのだっていや、新しい人もいたんで自己紹介を兼ねていろいろやろうかなって思って、うんうん、はい、よろしくお願いします、マジシャンとか慣れそうだけどね、ここまでできんだったら、マジックとはちょっと違うんですよ、例えば、じゃあどうしようかな、うん、体触らないで動かすことできますよ、え、俺がすか、はい、え、俺がどっかでやろうか、じゃあ、そこを使っていいですか、じゃあ今から超能力やりますね、うん、狭いからな、この部屋、ちょっと待って、用意するから、あの、無理にあのネタに付き合わなくていいですよ、はい、大丈夫ですよ、あの、本当に倒れなかったら倒れないって言ってもらっていい、あ、了解です、はい、見えるかな、じゃあ、後ろ向いてください、うん、ああ。じゃあそこで普通に立っててもらっていいですか、どうですか、もうちょいこっち側で、今から木で触らないで倒しますんで、うん、でまず気孔っていうのは正中線っていうのがここに通ってるんですよ、正中線、この木の流れをよくします、リラックスして、でここにてっぺんがあって、これ最後のチャクラって言われてる部分なんです、ここだから、ここからこう引っ張られてるようにまっすぐに立ってもらっていいですか、そう、よく背筋を伸ばしなさいとか姿勢を良くしなさいっていうのはそういうことなんですよ、気の通りをよくで、力リラックスリラックスで、こうまっすぐこうちゃんとした姿勢で、押したり引いたりするんですけど身を任せてください、もっと肩の力抜いていいよ、で、あ、姿勢を正さないと、はい、OK、姿勢正したままね、で、あの踏ん張ったりしないで、力を使わないで、で、感覚、触覚、聴覚、嗅覚、味覚、五感があるでしょ、これを全部シャットアウトしてください、で、シャットアウトして何かに感じたらその力に任せてください、いきますよ、はい、そのまま受け止めるから大丈夫だよ、そのまま抵抗しない、抵抗しない、そのまま、そのまま抵抗しない、抵抗しない、はい、来た来た来た、引っ張られてるの分かる、分かります、分かります、抵抗してるでしょ、抵抗しないで大丈夫だよ、力抜いてリラックス、いくよ、もうそのまま、そのまま、はい、いいよいいよいいよ、はい、そのまま倒れちゃおう、はい、いいよいいよ、ほら引っ張られてるの分かる、
ほらほらほら。いいよ、そのまま。ダメダメ。力抜いて。ちょっと待って。わかる？わかるでしょ？ガチで引っ張られてますね、これ。これやばいね。ネタだったらネタって言っていいよ。え、なんか、なんだこれ。わかるでしょ？うん。これが中国4000年に伝わる気候ってやつの。え、めっちゃなんか肩が気持ち悪いね。どうぞ。はい。そうそう、だから世の中にはあるんですよ、そういうものがちゃんと。普通にびっくりするわ、これは。どんな感じでした？え、なんか、引っ張られてなかったら言っていいよ。いや、引っ張られてとか、なんか持ってかれそう。そう、うん、なんだ、マジマジ。あるんですよ。だから中国、もともと気候ってどうして発達したのかっていうと、始皇帝って聞いたことあります？いや、ないですね。あの、中国のその全土を統一してる王様のことを始皇帝って言うんですよ。で、始皇帝って位が高いから、うん、その直接話しかけることも触ることもできないんですよ。はい、だからカーテン幕がこうあって、それ越しにやり取りするっていうか、もう姿さえも見せないっていう。へー。で、病気になっちゃってするじゃないですか、始皇帝が。そしたら遠隔操作で治さないといけないんですよ。はい、だからあのこういう技術っていうのが発達したっていう風に。すごいな、言われてるんですよ。だから気候とかって本当にあるですよね、これは。うん、肩が気持ち悪いっすよ、なんか。でしょ。だからこれを悪い気を使うと邪気って言ったりとか、人を呪い殺す技術とかもある。あ、なるほどね。そうそう、いい風に使うと体が健康になったりとか。はい、意外とこういうオカルト大好きなんです。普通にびっくりした。あ、でも使えるようになるよ。本当ですか？これをうまく使うと、本当発刑って言って中国武術で触らないで吹っ飛ばすとかもできる。はあ、プロになると。うん、やばいわ。うん、面白いでしょ。うん、うん、一人の時に、なんだろうね。一人の時にって、だって気功使う相手いないじゃん。一人の時に気使っても意味わかんないでしょ。はーっつって。あいつ何に向かって気送ってんだみたいな。うん、セックスに引用してそうだな。ああ、その辺の話はもう得意分野なんですけど、バンになるの怖いんでキャスはやめます。バンなんだ。はい、ということで、あのヤミーさんと、30分間お話しさせていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。オカルト好き？あ、ぜひぜひいろんな話題振ってください。夜8時から放送してますので、もしよかったらね、ツイッターやってますので、ツイッターフォロー、それからサポーター登録と通知登録していただけるとありがたいです。初見さん、よろしくお願いします。それでは皆さん、また夜の8時から放送しますので、楽しみに見に来てください。ありがとうございました。お疲れ様です。どうもどうも。後でね、ヤミーさんの放送に行って、あれ嘘だろうとか、暴露枠してください。お疲れ様です。どうも。最後に、あ、こんにちは、明日またやるわ、お疲れ、うん、お疲れ様です。